一緒に学ぼう SDGs。 エノファ山口 FC フォワード高木大輔です。そうですね、まあ一番はディフェンスラインの背後に飛び出るプレーっていうのが自分の特徴だと思いますし、エノファ山口 FC ではフォワードが3枚右左真ん中っているんですけど、3つのポジションどこでもできるっていうのは周りに自分の強みでもあるのかなって思いますし、点取るところっていうのは自分のこだわってるところの一つではあります。僕男3兄弟なんですけど、で一応その兄2人も J リーガーでして、でまあ兄たちが先にサッカーを始めたので、まあそれきっかけでまあ僕も自然の流れでサッカーを始めたっていうのが一番大きなところかなと思います。3兄弟の中で僕だけ野球のセンスがズバ抜けてたらしくて、僕の父からしたら 100% 野球選手にする自信があったし、活躍させる自信があったっていうふうにすごく言われて、もし僕らが野球やったら厳しくもっともっと指導してたかな、サッカーだったからあんまり父が口出しできなくて伸び伸びできた結果サッカー選手になれたんじゃないかなっていうのも父本人もボソッと言ってたので、けどまあ僕がいざこうサッカー選手になった時にちょっと経ってから、お前は今頃野球やったら1億円は稼げてるぞっていうふうに言われた時はもっと言ってくれたらなって思ったことありましたけど、まあでも父は常にその子供のやりたいことをやらせたいっていうふうに言ってくれてた、サッカー選手になるためにいろんなことを協力してもらえたんで、まあ、そこはすごく感謝してるし、まあ、まだまだ恩返ししていかなきゃいけないかなと思います。やっぱり友達と遊ぶのが楽しかった時期とかっていうのもあったし、なんで友達がこんな楽しく遊んでるのに俺は厳しい練習に行かなきゃいけないんだろうとかって思ったことはありますけど、でももう絶対やめたいとかっていうのは全くなくて、ちっちゃい時って自分が上手いとかっていうよりなんか周りの子より得意だなっていうような感覚があったんで、もう自分が一番って感じてたので、それが自分がサッカーを続けられたきっかけかなと思いますし、小学校3年生の時に東京ヴェルディの下部組織のチームに所属させてもらって、ああ自分がやっぱ一番下手だなっていうふうに逆に思えたのが、より自分をこうサッカーに夢中にさせてくれたのかなっていうふうに思います。練習の一つでもそうだし、試合の一試合でもそうだし、やっぱそういうところでやっぱり自分がまだまだ力不足だなって感じるシーンであったりとかってやっぱ多いんで、そういった面ではまだまだ成長もできるし、まだまだたくさん壁にぶつかっていくだろうなっていうふうに思ってます。とにかく僕は練習することかなって思ってます。もうそれに対して、もう自分ができないことに対して真摯に向き合う、日々の練習から自分の中で課題を見つけながらやっていくことが僕の中ではそれが一番大切かなと。もう本当にありがたいことでサッカー選手になって今年で10年目になるんですけど、大きな目標としては本当に1年でも長く J リーグの舞台でサッカー選手として活躍し続けて、たくさんの子供に夢を与えたいなって思いますし、あと個人的な目標とすれば J1 で本当に何にも残せず戻ってきてしまったので、もう一回上でやりたいっていうような気持ちがやっぱ強いので、それを本当にレノファ山口で実現できるように頑張っていきたいなっていうふうに思います。 SDGs。ここで SDGs に関するクイズです。ナチュラルで優しい色味が魅力的なこちらの靴下、この色味を生み出す意外な染料とは一体何でしょう？なんだろう。ヒントないですか？ヒントヒントは生活の中で毎日目にするものです。染めるものでしょ、色ついてて染めるもので毎日見てる、なんだ、じゃあ食べ物で。惜しい。正解は廃棄食材から生まれた染料でした。日本だけでも年間およそ2800万トンに及ぶ廃棄食材、その社会課題を解決するために生まれたのがこちらの靴下。淡い黄色は抹茶の出がらし、渋い焦げ茶はエスプレッソのコーヒーかす、涼しげなグレーはジュニパーベリーという香辛料から生まれた色なんだとか。およそ50の食品から生み出せる色はなんと500色。さらに使用する食材によっては抗菌消臭機能もあり、洗濯をするたびにその効果が増す嬉しい機能も。環境に優しい天然素材ならではの色合いや機能に今ファッション業界も注目しているんです。正直びっくりしましたし、まあ、これからもっともっと大切にならなきゃいけないことだなって思ったし、僕もちょっと気にして
生活していけたらなっていうふうに思いました。まあチームの話になるんですけど、ホームゲームの時にいらなくなった食品だったりとかを持ってきてもらって、それを回収して食品ロスを減らすっていう風な活動をしていて、個人的には、なかなかちょっと考えれてなかった部分はありますけど、これもうちょい何かに使えるんじゃないかなっていうのをもっと自分で何かやっていけたらいいなっていうのを話を聞いて思えたんで、すごく勉強になりました。サッカー選手っていう夢を叶えれて、で自分の好きなサッカーでたくさんの人に応援してもらえる、こんなに幸せなことは絶対ないんで、1年でも1日でも早く夢っていうのを見つけて、それを叶えるためにたくさん努力してほしいなっていうふうに思うし、好きなことだけじゃなくて自分の苦手なことも頑張って取り組んでほしいなっていうふうに思うので、難しいと思いますけど頑張ってくださいって伝えたいです。